ブッちゃんの歌は、1982年に出版された中尾町子による太平洋戦争の実体験に基づく児童文学作品及び同章原作とする映画作品。著者の体験をもとに、太平洋戦争の終戦間近に疎開先の大分市で出会ったムツ子という孤児の少女が結核に侵され、 防空壕に隔離されて終戦も知らされずに池を引き取るまでを描いた作品。1977年に作者が投稿した手記が毎日新聞に掲載されたことをきっかけとして、むっちゃんという少女の存在が世に知られるようになった。その後、1982年1月に兵庫県神戸市の高校生が劇化して上演した記事を掲載すると、ある家族から、 記念像を建ててほしいと毎日新聞に寄付金が寄せられ、それをきっかけとして全国から寄付金が寄せられた。同年に児童文学作品としてまとめられて出版され、1985年に映画化もされている。映画の制作会社は関西共同映画社。舞台となった大分市にある平和市民公園の湾ク広場には、1983年8月に、 村上平人作のむっちゃん平和像が建てられ、毎年8月中旬には、むっちゃん平和祭が開催されている。また、京都市北区にある立命館、大学国際平和ミュージアムには、むっちゃん平和像の現像が展示されている。空襲で孤独になり、疎開先で結核に侵された少女が隔離され、息を引き取るまでを描く。中尾町子の戦争体験式を、 小森夏が脚本家。監督は、翼を心につけて、の堀川博道。撮影は、林淳一郎がそれぞれ担当。京町主再々ランゲージによる、朗読ミュージカル上演日。2019年7月24日から26日。場所、汐止めサイドグラディと潮止め2回スタッフキャスト。ありがとうございます。